京都市下京区の五条通りは交通量の多い片側4車線の国道1号です。その中央分離帯の茂みの中で昨日見つけたのが、あ、スイカ、初めて知りました。都会の真ん中でたくましく育つど根性スイカです。こんな都会の中ですけど元気に育ってほしいなと思います。ちっちゃいな、もっと大きかったら食べ応えあるのになって思いました。スイカがなっている中央分離帯前の道路は横断禁止で人が立ち入ることはできず、管理する国土交通省京都国道事務所は適切に対応するとしています。